い、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はなんとね、トムと一緒にハイピクセルサーバーに新しく追加されたかくれんぼをやっていきたいと思います。レッツゴー。皆さん、これはね、何が違うかというと、なんとブロックではなく、僕たちは人間なんですよ。ハンター。僕もハンター。まあこれいい説明できる時になるんじゃないかな。そうだね。なんとこんな感じでめっちゃ人はいるんですけど、なんとね、これ半分以上が NPC、 まあパソコンのプレイヤーなんですよ。はい。だからなんかね、説明しにくい、ね、これとか、あ、じゃあ殴ってみるよ。いいよ。これなんかプレイヤーに見えるでしょ。そうだね。あ、プレイヤーだ、プレイヤーだ。殴れ。よし、おっしゃ、倒した倒した倒した、オッケー。まあ、今のようにね、プレイヤーを探して、もしプレイヤーだったら倒せるんですけど、もしパソコンだったらこの人殴ってみるよ。ええよ。あれ殴れない。あ、ほら殴った、間違ったから、ちょっと僕がダメージを受けましたね。他の、あの、隠れてる人たちはちょっとね、ゆっくり動いたり、なんか変な動きしてんですよ。はい。これとか多分ね、NPC かな、 NPC プレイヤーじゃないと思う。うん。ああ、そうだね。よし、じゃあもうちょっとね、ちゃんとね、探そう。そしてね、隠れる人の目的は、マップのいろんなとこにこういうなんか目的があるんですよ。あ、オブジェクティブ。この人、待って、この人、あ、一人見つけた。よっしゃ、倒した。お、一人なんか、え、順うまくね。あ、勝った、やった、ナイス。自信。ハンター、僕隠れる側だ。マジか。じゃあ簡単に説明すると、順もハンターなんだけど、え、ほら、あ、僕もハンターだった、ごめんなさい、ちょっと待って。読み間違えちゃった。簡単に説明、例えばこれとかさ、シフトしてって、もういろんなとこ向いてるでしょ、殴ると、あ、NPC だね。はい、NPC だった。だからね、僕たち隠れる人の目的は、人をみんな見つけ出して倒すことなんですよ。隠れる人の目的？あ、違う、ハンター。あとね、マップのいろんなところにオブジェクティブがあるんですけど、隠れる人はそれをやらなきゃいけないんだけど、この人とか頭スピンしまくってたけど、多分 NPC だな、これは。お、トム殴ってみるか。殴ってみる。頑張れ。いや、ほら、あ、降りる時にスピンしてる。え？え？今の人違うよ。うん、でしょ。オッケー。お、NPC だった。すげえ。めっちゃすごくない？どうやって NPC をさ、普通の人みたいに動かせるようにしたんだよ。ね、ちょっと本当違いが分かんないんですよ、これ。誰かがめっちゃオブジェクティブやってるよ。マジ？なんかオブジェクティブしてる時に見極める方法が、隠れる人はね、オブジェクティブをする時に止まんないといけないんですよ。うん。10秒くらい。負けたよ。隠れる人もオブジェクティブ全部やりやがった。早っ。うまくね？僕、ハンターになっちゃった。マジか。じゃあ僕、隠れるよ、ここやって。いいよ。あ、よし。これがオブジェクティブですよ。あ、違った。よし、じゃあトムがね、じゃあ、さっきのさ、階段登ってる人みたいに頭回そうぜ。ふー。頭回してる人を探しております、今。バレるかな、これ。バレるかな。ハンターめっちゃいるけど。ほら、今の人やられた。あ、この人。見て。待って。オブジェクティブの前で止まってる人がいる。違うの？待って。NPC がこれリアルすぎて笑える。もう本当にリアルだよね。全く分かんないもん。うん、こっちハンターいない。オブジェクティブできる。待って、あ、なるほど。よいしょ。え、どこだ ?12%、25%。どこだ ?12 やめろ。え、どこ、クリア。あー、これだ。よっしゃー、トム倒したぞ。いや、なんかね、オブジェクティブはやったから。あ、なるほどね。ちょっと今、壁に向かって突っ立ってたからね。まあ、怪しかった。こんな感じで見ると、本当に全員さ、もう本物の人間に見えるけど、うん、本当はね、なんかもうロボットなんですよ、この人。どれだ、え、マジで見つけたいんだけど、僕。どこだ、本当に。この人、殴ってみます。違う。はいだ、あと一人だよ。頑張って。あと一人か。じゃあちょっと怪しい人。あ、この人意外と。あ、どうだろう。殴ってみるよ。あ、違う。もうちょっとこれ、適当に殴って運に任せるしかないんじゃねえか。いや、それはやめといた方がいい。なんか隠れる人、オブジェクティブを分かってない気がする。確かに、まだ2個しかできてないな。あ、やってるぞ、オブジェクティブ。嘘、どこだ。嘘、ナイス。嘘。この人理解してるぞ。やばいな。え、めっちゃうまい。え、おお。え、この人違う。待って、みんな、この人が最後の隠れる人なんだけど、全く、いやちょっとね、ちょっと怪しいと思ってた。ずっとこうやってシフトして下がってきてるからさ、ちょっと見てたら。なるほど。うまかったね、今の人。
まあ、今の感じでね、隠れる側はね、オブジェクティブをクリアして、ハンター側は人を見つけ出して倒すことが目的でございます。オッケー。僕、ハンターになった。でもハンターになった。じゃあ、僕今回隠れる側だ。うん。頑張って、ちょっとプレイヤーっぽいやつ探そう、みんなで。オッケー。やばい、ハンターに出くわえたぞ。あ、ちょっと待って、一発でバレたんだけど。ないだろ、もうバレた？待って、適当に殴られて。あ、最悪。この人怪しい。よし、倒した。今の純だったの？マジで今のハンター運良すぎだろ、適当に殴らちょっとやばいね、多分あと一発ぐらい殴ったら死ぬから。あと一人だけだし気をつけよう。ほんとだ、ラスト一人。どれが人間だ？あ、この人だ。オッケー。あ、見つけた。うん、僕はわかるからね。あ、そっか。この人今シフトしたけど、でも多分違う。うん、おう、んー、見つけ出すことができるのでしょうか。それとももうね、僕ちょっと少しの間殴らないと思う。オブジェクティブをやってる人を探します。ほう、いいね、いい作戦だと思うよ。待って、この人めちゃくちゃうまいよ、振り。あ、うまい人なの？それいいヒントなんだけど。あ、やばい。OK？ いいぞ、いいぞ。今オブジェクティブクリアしただと？うん、どうなるか。誰だ？僕はね、隠れる側だからちょっとこの人応援しないといけないんだよ。待って、オブジェクティブあと1個で終わっちゃうぞ。これ誰か殴るしかない。やべやべ、ノー。あ、分かった。どうやって。マジか。めちゃくちゃうまかったんだよね、今の人。今回隠れて、皆さんに隠れる側どんな感じか見せていきたいと思います。うん、なんか初めて一緒に隠れる側に入れた。確かにね。じゃあなんかロボットっぽい動き方をすればいいんでしょ、これ。そうだよ、そうだよ。あ、ここみんなオブジェクティブやってる。 25%、37%。 お、頑張れ。 62%。 どうだ、できた。ナイス、クリアした。いいぞ。オッケー。やばい、ロボットみたいな動き方しなきゃいけないのが面白すぎる。待って、ここのオブジェクティブやってみるよ。 20%、 40%、 60%。 今の人ハンターだよ、みんな。80%、 100%。 よし、成功。ナイス、ジュンもオブジェクティブクリア。ジュン、よし。ちょっと今回オブジェクティブが結構難しいところに置いてあるな。あのオブジェクティブが。てかさ、ロボット分かるからさ、ロボットの真似をすればいいんだよ。あは。例えばこれは NPC だからついていこう、 NPC に。オブジェクティブやってます。42 57 70。今オブジェクティブやってる。あ、待って待って待って、バレたノー、気づかれた。バレた。あー、マジか。そう、めっちゃ惜しい。ま、もうどれも怪しく見える、これ。誰かがオブジェクティブやってる時はできない。誰かがオブジェクティブクリアしたぞ今。誰かもうやったやつはできないのね。どこだどこだ。あー、ちょ、やめてください。何でもたまたま、よし。今の下手すぎたか。なんか廊下のど真ん中で頭をクルクルさしてんだよ。あ、何してたんだよ。オブジェクティブをしてる人がいるんだろう。あ、この人絶対この人やっぱりー。へへい、よし、ナイスキル。オブジェクティブ目の前で止まってたかってね。え、今の人めっちゃシフトしたぞ。この人もよっしゃ、倒した。え、銃うまっ。ちょっと僕今回オンファイヤーですよ。あ、この人も一人だよ、みんな。え、ちゃうの。あ、違うな。あ、この人だ、多分この人だ。え、嘘。あ、違う。え、今のと誰かと入れ替わった、まさかの。マイヤ、ね、マイヤ探してるんだよ、人を。うん、どこだ。ラストは誰だ。あ、この人めちゃくちゃ怪しいけど。あ、いた、最後の隠れてる人見つけた。マジ。うん、どこだ。うん、この人めっちゃ怪しい。違う、やばい、僕あと一発。おお、よっしゃ。ジジ、お、今回僕3キルしてる。結構活躍してんじゃん。いいね。僕今回ちょっと隠れる側なんでね、勝負としていきましょうか。オーケー。ここの部屋、やばい、ハンターが50人ぐらい。よし、よし。何？ミッションクリアできたの？いや、言わないでおきましょうか、そういうところは。ジュンはどこだ、ジュンはどこだ。お、この二人なんか一緒に歩いていく。あ、これは 100% ボットだ。あー、だだだ。最強すぎて勝ちました。最強すぎて勝ちましたね。では皆さん、今回も見てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回あなたね、新かくれんぼやってみたんですけど、もし面白いから高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。初プレイだったのでちょっとね、下手だったかもしれないけど、これからちょっとやってね、うまくなっていきたいと思います。はい、3、2、1、アディオアディオ。